皆さんこんにちは。日本テレビの三浦麻美アナウンサーが25日総合司会を務める日本テレビ系ジップを体調不良のため欠席しました。同日の番組冒頭で月曜パーソナリティを務める俳優の風間俊介さんは、三浦さんは体調不良のため大事を取ってお休みですと三浦アナの欠席を説明しました。19日の放送では火曜パーソナリティ3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎さんが、三浦アナは体調不良のため大事を取ってお休みとなりますと報告。20日には水曜パーソナリティお笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二さんが、三浦アナは体調不良のため今週はお休みしますと、三浦アナが21日22日の放送も欠席することを発表していました。約1週間の休みに視聴者からは、ミトちゃん早く元気になってね、心配です、ミトちゃんいないの寂しい、お大事になど心配の声が上がっています。そんな三浦麻美さんといえば、今年の3月25日に俳優の中村倫也さんとの結婚を発表しました。ミトちゃんという愛称で親しまれている彼女に、現在妊娠しているのではないかとの声が SNS 上などで上がっています。また今回の1週間以上の欠席の理由は、もしかしたら流産をしてしまったのではといった話まであるのです。今回はなぜ妊娠していると言われるのか、その理由について三浦麻美さんと中村倫也さんとの馴れ初めを振り返りながらご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。2023年3月25日中村倫也さんが X 旧 Twitter で三浦麻美さんと結婚したことを発表しました。それに応えるように三浦麻美さんもインスタに結婚報告を投稿。可愛い似顔絵イラスト付きでのほっこりする報告でしたね。お二人は2020年から交際をスタートし、3年の交際期間を経て晴れて結婚発表に至りました。そんな二人の馴れ初めは3年前のジップでの共演だったそうで、初共演は2019年5月のゴールデン学びウィークでのことでした。この番組では中村さんがイベントの塾生代表となり、三浦アナと増田一アナ、当時日本テレビは塾生として出演していました。塾の代表役の中村倫也さんと生徒役の三浦麻美さんが息もぴったりに番組進行を務めていました。さらにその後の2020年にも日テレの連続ドラマ「美食探偵明智五郎」で、今度は三浦麻美さんがスマートフォンの音声検索機能「クルック」の声を務めて話題を集めていましたね。三浦麻美さんとの共演を繰り返した中村倫也さんは、2020年の日テレの朝の情報番組「ZIP!」で共演した後、中村さんが共通の知人を通じて三浦アナの連絡先を聞き、連絡を取り合うようになったことで交際に発展したといいます。このように中村倫也さんの猛アタックの末、結婚に至ったというわけなんですね。さてそんな幸せいっぱいな状態の三浦麻美さんですが、9月19日火曜日の ZIP! の番組オープニングで火曜パーソナリティを務める3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎さんから、本日は三浦アナは体調不良のため大事をとってお休みとなります、季節の変わり目ですので皆さんも気をつけてほしいなと思いますと報告がありました。そして翌日9月20日水曜日の放送も三浦アナは欠席でした。水曜パーソナリティのジャングルポケット斉藤慎二さんが、三浦アナは体調不良のため今週はお休みします、早くお元気になってほしいですねと話していました。いつも明るい笑顔で元気な三浦アナが突然の体調不良で今週1週間お休みということですが、びっくりした方も多いのではないでしょうか。三浦アナは先日夏休みを終えたばかりです。そんな中で今日も三浦アナが見れないのかと寂しい気持ちになった方もいると思います。ネット上では
三浦アナの妊娠を疑う声が続々と上がっていました。三浦アナが妊娠したという報道は今のところ一切出ていません。それに ZIP! は4月から放送時間を1時間拡大したばかりです。仕事熱心な三浦アナのことなので今このタイミングでの妊娠は考えにくいと思いますが、もしも妊娠だとしたらおめでたいニュースですよね。では三浦麻美さんが妊娠していると言われる理由についていくつか考えられることをご紹介いたします。まずは前よりも痩せたと言われていることです。 SNS 上では昨日見た時なんかちょっと痩せたように見えたけど、もしかして三浦アナ一時期より痩せたなど、この夏に入ってからこのような声が見られました。つわりで痩せたと思った方が多いのかもしれませんね。また痩せたとは逆に最近太ったのではという声も上がっていました。これもこの夏に入ってから立て続けに言われているので、妊娠を疑った方がいるのかもしれません。次に言われているのが服装や髪色が変わっていることです。三浦アナといえばブラウスにスカート、ハイヒールで司会をしている姿をイメージする人も多いはず。しかし結婚後の三浦麻美さんは体のラインがあまり目立たない服装やぺたんこの靴を履いていたりなど、今までのイメージとはずれた服装をしている機会が増えているように感じる視聴者もいるようで、 SNS 上では三浦ちゃん服装どした笑、ハイヒールも履いてないし、三浦ちゃん太った気のせい服のせい、三浦ちゃんもしかしてママになってたりする、なんかすっごいさらに柔らかい顔つきになってるような気する、可愛い服装も違う気するし、など服装の違いを指摘するコメントが見られました。妊娠による増量や目立ってきたお腹周りを隠すため体型が隠れる服装に変わってきてると噂が流れているようです。さらに髪色にも変化が、明るめの髪色から黒髪に変わっていて、黒髪にした妊娠中は美容院に行けないからと思った方が多いのかもしれません。このような理由で三浦麻美さんの妊娠疑惑が浮上したわけですが、本人から公言されていないためデマの可能性もあります。三浦麻美さんはアナウンサーなので、結婚発表同様に妊娠が発覚すれば公表される可能性が高いでしょう。まだ初期の段階で報告していない、あるいは妊娠していないということが考えられますね。しかし体調不良でお休みしていることは事実。お休みの理由が妊娠ではない場合、何か病気なのではないかと心配になってしまいます。ヤフーコメントでは、妊娠疑惑の他に働きすぎだと思います。アナウンサーって休みたい時に休めなくて大変な仕事だと思います。ゆっくり休んでほしいです。働きすぎですね。日テレの看板アナで稼ぎ頭なのかもしれないけど、ゆっくり休ませてあげることも必要かと思います。今日のジップは三浦アナがいなくて物足りない感じでした。また明るい笑顔見せてください。明らかに働きすぎというか使われすぎ。アナウンサーは他にもいるんだから、後輩を育てるためにももう少し仕事を少なくしてあげてほしいです、というようなコメントが上がっていました。そして1週間のジップ欠席、もしかしたら何か大変な病気にかかってしまわれたのでしょうか。噂の中には流産してしまって精神的に来ているなんて話もあります。とりあえず今はゆっくり休んでほしいですね。皆さんいかがでしたか。三浦アナの元気で明るい笑顔で一日を始めたいという方は多いと思います。しっかり休んでまた元気な笑顔で戻ってきてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いいたします。それではまた。